コンサル料としてもらうんですか。そうです、ね、コンサル料いくらですか。グループホームだけのコンサルティングで、あの立ち上げであれば月額15万で、経験者がちょっとやりたい、ちょっとだけ教えてほしいっていう方に対して、10万円就労の施設とかいろんな事業を絡めてやる方に対しては20万円っていう、まあ、ちょっと分かりやすい金額で提案させてもらってます。いつからいつまでですか、それは。はい、契約してから1年間、とりあえず1年間の間、設立をだいたいイメージとしては 半年で、でも1件目においては2ヶ月で申請が通ったので、あと8ヶ月は運営指導っていう話にはなってきます。それをやるのになんで初期費用が何百万も必要なんですか。今ちょっとここ見てるんですけど、社員2人分の給料っていうのはお二人ですか。はい、お二人の給料とお二人の、あ、もう一人増やすっていう前提で、っていうのも私が、1ヶ月で関われるものが20法人っていうのが多分限界かなと思いまして、そしたら月200万稼げますよね。え、月10万でも20法人やったら200万ですよね、はい、200万ぐらい月利益が出るじゃないですか。はい、そしたらその費用を人件費に当てればいいだけに見えちゃうんですけど。そうです。それで社員の給料300万がまず初期で必要ですっていうのがよくわからないんですけど、いつ必要なんですか。これからの人と、あとは、実は4月に立ち上げて、あまり動け、コロナの影響も含めてあまり動けなかったっていうものが、だってお二人今契約が今動いてるんですよね。その契約があればお二人の給料分ぐらいはいくわけですよね。これから増え、まだ見込みもあるんですよね。だってそうですね、見込みのお客様は、はい、でそれが増えてったら人が増えていくわけですよね、はい、給料が、はい、ただ今無給で私たちやっ状況、まあ、無給だったとしても35万は利益として積み上がってるわけですよね。そうですね。何ですかその社員の給料っていうのは、その案件が増えてさばけなくなったら人増やすっていう話とか、もしくは100万とか150万稼いで余裕出てきたら社員雇うですよね。はい、で300万先に給料として必要っていうのは、それはどういう誰にどう使うお金ですか。で今回の多分必要資金の半分ぐらい給料ですって、でコンサル業立ち上げるのに自分たちの給料半年分くださいみたいな感じってことですよね。それがあんま、いや僕もコンサル会社なんで、初期自分の100万円だけで立ち上げてて、自分で増えてきたら人を増やしてってみたいな、まあ、イメージそんな感じで多分似てるのかなと思うんですけど、詰めてるとかじゃなくて単シンプルに人件費300万最初に必要っていうのがよく分かってない、まあ、そういうイメージでやらせてもらってるっていうのもありますし、まあ、初めに半年分ぐらいの契約が取れなかった時でもお支払いができるようにっていう部分で、半年分ぐらいは、持っといてねっていうふうなことはいつも言ってまして、でコンサル先にも、その400万投資、400万先あればいいって言った、その400万っていうのは半年分の、職員さんのお給料になって、それが指定申請の、題材というか、あ、ちょっと全然言ってる意味がよく分かってないんですけど。そうです、半年間分ぐらいは、社員さんはお二人以外にいるんですか。あ、今はいないです。今はいない。今率直に申し上げると、まあ、自社運営っていうところも考えてまして。自社運営っていうのはそのグループホームです。グループホームの自社運営でスタッフが必要だから、そのお金ってことですか。じゃあコンサル事業の給料のではないっていうことですか。ではない部分は大きいです。そしたらでも今回のビジネスプランと関係ないところの予算も乗っかっちゃってるってことになりません。この必要資金で書かれてる話とは違いますね。今回コンサルティング事業のプレゼンですよね、はい、そうです。そっちの自分たちでグループホームやるのは別ですよね、はい、関連事業だけど。別です、関連事業。同じ会社でやる別なプランですよね、はいはいはい、それがここに含まってたら変築林じゃないですか。そうですね、はい。まあ、でも要は それそっちに使われちゃったら僕らお金出した時困るんですけど、包括的な話で言えばこの事業をブーストするための予備資金込みのお金でこれぐらい必要って考えていらっしゃったってことですよね。さっきちょっと気になったことがあるんですけど、さまざまないろんな人に助けられて出資を受けたりして今動いてますっておっしゃってたんですけど、ここまでにどなたかからとかどっかの法人さんから出資を受けてるんですか。すでに出資は間違いです。ああ、これから受けるっていう話ですかね。今日とか例えば受けれたらそういうことを表現されたんですかね。多分入金が出資だと思っているとは思うんですけども。あ、なるほど、はい、入金という表現でお願いします。じゃあ、会社の資本っていうのは緑川さんが全部、はい、持ってるっていう感じですね、はいはい、今
そのそういう問題じゃなくて、単純にこう世の中的にこうもうこのビジネスが注目されてるっていうのを僕は知らなかったんで、なんかっていうのと、あとそれその人たちでもいいんですけど、なんかこう社長がめちゃめちゃ口説けるスキルがあるようには今のところ全く思えないんですよ。はい、こう流暢じゃないし、まあっていう言葉を何回も使うんで自信なさそう。自信ない人がまあって使うんで。はい。だからそこら辺がこう営業でこう施設を運営する人を取っていかなきゃいけない人の話し方じゃない部分がめちゃくちゃ不安ですね。